アジングのドラグについて説明します。エギングの場合は強く引っ張った時に少し出る程度でされるといいですよというふうに一度説明したことがあるんですが、アジングは、それとは逆にですね、こちらが強くする方です。時計と、逆の方に回してもらったら緩みます。アジングの場合は軽く引っ張ってドラグが出る程度、このぐらいがいいかと思います。その理由はですね、アジの口は非常に柔らかく、合わせを入れた時に口が切れてしまい、よくばらすことがあります。なのでかけた時に軽く引っ張る感じで出ていくようにしておかないとばらすことが多くなりますので、軽く引っ張って出る程度にしておかれるといいと思います。